はい、皆さんこんにちは、ハイシェス。本日もですね、先日に引き続きまして女性のユウさんというですねクライアント様にですねお越しいただきまして、ユウさんもですね全く eBay が素人の状況からですねご入会されまして、入会されてすぐにねいろんなトラブルがあったんですけども、そこからね一気に月商5000ドルをですね達成してくださいましたので、ぜひねいろいろと聞いてみたいなというふうに思っております。もし本日の内容に興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、じゃあ本日はですね eBay サポートのコースを受けてくださっておりますユウさんにですねお越しいただきまして、ユウさんもですね eBay 輸出は全くの素人だったんですけども、後から聞いていくんですけども、トラブルとかも最初遭遇とかされたんですけども、まあ、無事にですねこの半年で月商5000ドルをね達成されましたので、いろいろちょっとね聞いていきたいなというふうに思っています。それでは本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユウさんはですねもともと輸入ビジネスとかもねやられてると思うんですけども、またこの輸入ビジネスと違ってこの eBay ビジネスの楽しさであったりとか面白さとかっていうのをちょっと教えてください。日々頑張った分が積み上がっていって、徐々に売上も上がっていってですね、成果がつながっていってるっていうのがすごく実感がすぐにできるところが面白いなと思っています。実はね今でも鮮明に覚えてますけど、ユウさんもすごくやる気があって最初に入られて確か1ヶ月目ぐらいで順調に伸びてきたところで、いきなり eBay アカウントの永久サスペンドっていうですね、私がまあ英語で見る限りでもこのパーマネントサスペンションっていうのが一番厳しいやつなんですけども、僕もこれ正直見た時に最初はもうこれちょっと厳しいかなって思ったんですけども、なんとそこからですね奇跡の復活をすることができまして、相当ね多分心が折れたと思うんですけども、そんな中どうやってこの困難をね乗り越えて今回この月商5000ドルっていうのを達成できたのか、マインド的なところとかもまた教えてください。順調に進んでいってるところ、突然の永久サスペンドということで、もちろん初めての出来事で訳が分からなくてですね、まずサポートをしていただいてるところに相談と報告をして、そしたらすぐに林さんも含めて皆さんでズームをしてもらって、この先どういう風にしていくかっていうのをサポートをしていただいて、まあ、eBay に交渉を続けて2週間ぐらいで奇跡的な復活っていうのを経験して、皆さんにも本当にその時報告したらもう自分のことのように喜んでいただいて、でももう涙が出るぐらい嬉しかったのを覚えてます。本当に自分一人だったらどこにも相談できずに訳も分からなかったので、今こんな風に続けていることは難しかったんじゃないかなと思います。サポートをしていただけるっていうところが本当にありがたかったです。ありがとうございます。ユウさんとは僕も結構長く、ね、一緒になんかいろいろビジネスさせてもらってたので、非常に頑張ってくださってたんで僕もすごく応援してたので、ここでいきなりこれかと思ったんですけども、まあ最後まで頑張って交渉続けて無事にそれが eBay のカスタマーサービスに伝わって解除されたっていうのは本当に良かったですし、かなり少ない確率だったんですよ。ですよ、もう本当にね心が折れそうになってて、でもみんなでもうちょっと頑張ろうみたいな形で本当に支えてもらったのでなんとかなったと思います。本当に持ってらっしゃるなと思いました。でそういった困難を乗り越えてからのユウさんのその後やっぱ素晴らしくしたなと思ってたんですけども、今回無事に eBay サポートの目標ではありましたその6ヶ月で5000ドルを達成するってところですね、見事に達成してくださいまして、ユウさんは非常にリサーチがうまいというふうに、ね、おっしゃってるんですけども、リサーチに心がけていることってのは、ね、あるんでしょうか。たくさん商品がある中で自分が分かりやすいものとか分かっているもの、得意なものに集中してリサーチをするっていうことを心がけています。まずはたくさん出品をするっていうことで時間をかけすぎるとあまり進めないので、分からない商品だと内容を確認するのに時間がかかってしまうので、まずは分かりやすいところからっていうことでその辺を心がけています。素晴らしいですね。僕がチャットワークで皆さんの進捗を見ている中で、本当にユウさんは日々の日報の報告とか、ただ単に日報を報告するだけではなくて、今日こういう感じでやりましたっていうのをしっかりアウトプットされてるなっていうのを僕もすごく毎日見てたんですけども、コツコツこう継続できた工夫とか、これのおかげで継続できたとか何かあったんですか。 eBay を始めるようになって商品をバイヤーさんに、まあ、送るわけですけど、商品がバイヤーさんに届いた時にバイヤーさんがねすごく喜んでくれて本当にありがとうっていう形でメッセージくれることが割と多いんですね。でそれを読んだ時に、あ、よかったなと思ってすごくこっちも嬉しくなって、また
喜んでもらえる商品をお届けしたいなと思って、それが大きいのと、あとはまあ最初にも言ってたんですけど、日々コツコツとやっていってることが成果につながって、それが実感できるっていうところが大きいと思います。僕も今 eBay 歴16年なんですけど、2017年ぐらいかな、一度サンフランシスコからバイヤーさんが遊びに来てくださいまして、実際に焼肉をね東京で食べに行ったりとかした、やっぱりこう日本の商品を買う方っていうのは日本が大好きな方が多いので、来日するよう会えないかとか、そういうふうに言われてくるかもしれないので、まあ、本当にリピートバイヤーさんとか大切にしていると、まあ、そういったこう eBay から生まれた友人とかそういうのもないので、はい、まあ、そういうのをやってると本当にやってよかったなって僕も思えた瞬間っていうのが、過去に多々ありました。アメリカの人は特に結構コミュニケーションが好きだなっていうのを感じました。そうですね、やっぱり Amazon とかって結構コミュニケーションなしでポンポン物が売れていくようなイメージで、まあ楽で効率といえばそうなんですけども、やっぱりこうコミュニケーション楽しんでファンをつけながらビジネスをやっていくっていうのはこの eBay の醍醐味だと思うし、その面倒くささの中で単なる物の取引以上の出会いがあったりとか、もしかしたらそこから B2B につながっていったりとかすることもあったりとかするので、まあ、それが、ね、やっぱりこう人と人とのマッチングプラットフォームっていうところが、まあ、eBay の魅力的なところかなというふうに思ってます。メッセージのやり取りも忙しい時はあーって思うんですけど、やっぱりつながりって大事だなと思うので、その辺は今後も大事にしながらやっていきたいなと思ってます。ユウさんも入られて分かったと思うんですけども、やっぱりこの eBay ユースって断然に男性が多いんですよね。その中で今回、まあ、ユウさんにも挑戦していた中で、今ちょうど第2期の募集をさせてもらってるんですけども、女性の方がちょっとでも入りたいなっていう風に思っていただけるような何かこう eBay の魅力みたいなのを伝えていただければなと思います。最初からこう大きな金額を動かすとかっていうことがないので、金銭的な心配もなく、例えば子育て中のママたちにも空いた時間で家の中でパソコンとかスマホとかで作業ができたり、全てを終えられるっていうのが結構魅力だなと思ってます。だから女性も全然やりやすいものだと感じました。多くあるプラットフォームの中で eBay って一番キャッシュフローがいいんですよね。売上が入って入金までのスピードっていうのが多分他のプラットフォームさんよりも圧倒的に早いのと、商品もね仕入れも早いですし、日本の物流がこんだけ発達してるっていうのもあるんですけども、まあ本当にリスクを限りなく抑えて海外の人に商品を販売できるっていうのは一つのこの eBay の魅力かなと思いますし、やっぱりこの今の円安時代でやっぱり米ドルを稼ぎたいっていうふうに思った時に、やっぱり eBay か Amazon か数そんなに多くないと思うんですけど、そういった手段も限られている中でこの米ドルをしっかり稼いでいけるっていうのはですね、 eBay の魅力かなというふうに僕も思ってます。じゃあ最後にユウさんの今年の eBay の目標、こちらについて最後聞かせてください。まあ、30日でなんとか5000ドルっていう感じなんですけども、それを早く1万ドルまで上げたいなと思ってるので、1万ドルのその先に行ってみたいっていう希望があります。そのために、まあ、日々今まで通りコツコツとリサーチを頑張って、商品をアップしてバイヤーさんに喜ばれるように商品を丁寧に発送していきたいなと思ってます。今ね確か評価も100以上達成されたと思いまして、それもすごい早いなって僕もすごい感心したんですけど。あ、本当ですか、ありがとうございます。やっぱり500越してくれて、また1000越してきて2000越してくると、だんだんとやっぱり選ばれるセラーさんになっていきますし、我々ももうサッツも16年やっておりますから、もううちの長年のクライアントさんではもう評価1万だったりとか、中には5万以上とか2、3000とかっていう方々もいっぱいいらっしゃいますけども、普通にライフワークとして eBay で稼いで暮らしていらっしゃるんで、終わりなき旅みたいな感じなんですけど、この eBay も EC もこう一緒にこう伸びている中でコツコツと継続していただければ、一つの生活をしていくためのキャッシュポイントには必ずなるというのは、まあ、我々も実績もすでにやってきてますし、サッツの長年のクライアントさんもみんなそれでやっていってるので、必ずユウさんもなれると思いますので。 ありがとうございます、頑張ります。今回本当に男性が多かった中、女性のユウさんがですね今回手を挙げて対談に応じてくださいましたので、非常にですね女性の方も参考になったのではないのかなというふうに思います。本日の対談は以上になるんですけども、募集の方ですねもう残り数日ですので、もし興味があるという方はですね、この動画の概要欄の方にですねお申し込みリンクの方を貼っておりますので、ぜひですね、ご気軽に見てご検討していけたらなというふうに思います。それではですね、本日はユウさんとの対談をご提供させていただきました。本日のコンテンツは以上となります。ご清聴ありがとうございました。